仕事来るよこれ、うん、よろしくお願いします。猫アレルギーなんですけど私。やめた方がいい。本タメ、さあ今回も本タメ始めていきましょう。あかりんです。あくびです。あかりんの最近読んだ本10冊、頑張れ頑張れ10冊。頑張れって言わなくていいよ。いやいやすごいことだもん。だから俺はもう言ってるけど、視聴者がそれを当たり前だと思ってほしくないから、うん、毎回すごいことやってるっていうのを伝えようと思って。ありがとうございます。しかも今日ね8本撮り、まだまだ元気です。まだまだ元気なんでね、最近、はい、ちょっとねこういう大変な企画をね撮ってこうと思いまして、うん、はい、はい、ということで今日も恒例だけどこれが当たり前だとは思ってほしくない、うん、10冊ご紹介していきたいと思います、はい、はい、お願いします。はい、本ため今回はこんな感じのラインナップとなっております。うわーでもすごいね。うん、ちょっといつもと違う感じかもしれない。いつもと違うよ、なんか違うね、ちょっと今日は趣向を変えて、うん、どうすればいいんだよこれ。どうしましょう、どっから行く。じゃあこれにするよ。合ってんのか分かんない。合ってんのかな。いいと思う。はい、こちらですね、文学界2023年7月号。なんかちょっといろいろとパラパラと読んでて、なんか面白そうなエッセイとか、あと一番でもこれかも、あの定談でこの麻吹まり子さんと犬山神子さんと村田沙耶香さんの3人のお話が載ってて、本当だ、ちょっと楽しそうって思って買ってみました。でタイトルが童話初 BL 経由文学行きっていうテーマで、どこにすごいんだ、どこにすごいな、なんかそう、この麻吹さんと犬山さんと村田さんってめちゃくちゃ仲良しなんですって。そのお三方がその自分たちが小説とか本を好きになったきっかけからどういう本を読んできて、でそこからこういうものを好きになって今こうやって例えば村田さんだったら小説書いてますとか、そういうお話をされてて、でやっぱこういう文学界みたいな結構固めの文芸誌に載るのって例えばこう対談とかでも結構お固めだったりもするじゃないですか、でもこの対談に関してはお三方がすごい仲良しだから結構いろんなフランクのお話も交えつつ、なんか皆さんがちっちゃい頃好きだった結構少女小説っぽいものだったりとか、そこからその一回みんなね BL が好きになってるんですって、ボーイズラブが、それのお話があったりとか、不思議だなっていうのがなんか描かれてて、私すごいなんか好きな人が好きな本って多分好きじゃないですか、分かる、みんな分かってくれる、思考がね、そうそうそう、だから村田さんが例えばこの中で言ってた作品とか今度読んでみようかなとか思って面白かった提案が載っておりました、あとはね小林えりかさんのねこの風船爆弾フォリーズっていう短期集中連載が今回からこれ始まったみたいなんですけど、これもなかなか自分の中で面白かったなって思う作品で、小林えりかさんの作品って私初めて読んだんですけど、これは日本が第二次世界大戦始まる、まあ、直前というか中国とのちょっと国交がどんどん良くなくなっていった時の国内の女の子たちのお話が描かれてるんですね、でこう日本の外では戦争がどんどん始まって行ってたけど、国内では女の子たちが普通に学校に通ってたりとか、あとこれ宝塚ができた時ぐらいのお話で、その宝塚にすぐ憧れる女の子とかがそうやってきらびやかな世界に素敵だわって思いながらも、でもその国の外ではどんどん状況が良くなくなってるっていうのがこう対比で描かれていて、でプラスその私たちとか私っていう一人称で描かれてるんですけど、それが一人の女の子を指してないんですよ、私っていう一人ではなくて、多分この時代の女の子たち全員のことを一つの一人称で語ってる。これだから連載始まったばっかなんで、ちょっと久しぶりに文学界も全部追って読んでみようかなと思っちゃうくらい個人的に面白いなっていうふうに思いました。もう待てない単行本、もう待てない、気になる。であのほらこの蘇る複雑にありっていうのは、あの複雑にありさんっていう翻訳とか戯曲とか劇作家もされてたのかなっていう方が昔いらっしゃったんですけど、その人についてのいろいろ書いてあるのかなって思ったら、思想家としての福田さんについてのお話で、もっとより深いところの話でちょっと難しかった。あもうガチのね、ガチだ、なんか確かに思想とかいい、ね、そうやっぱさ文学界ってね結構そのがっつりなものも多いから、その自分がさ全然触れようとしない世界に触れられるっていう意味ではね、皆さんも普段読んでる文芸誌じゃない文芸誌読んでみると面白いと思うんで、ぜひ読んでみてください。いろんなさ、のが載ってますね、文芸誌ってね、楽しい。怖い怖い怖い、楽しい、なんか怖いわ。ありがとうございます、テンションが怖い、はい、ありがとうございます。今日確かに変わってるかも。はい、2冊目
じゃあ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、こちらあかりのね、はい、一押し文芸誌、うん、文芸2023年夏季号、うん、お持ちしました。はい。はい、一番大きいタイトルが書いてあるのは、ね、佐藤清美さんの有言 F。はい。いや、これ面白かったよ。めっちゃ長いけどね、だって520枚一挙掲載。直木賞受賞後の第一作がここに書き下ろしで、うん、書き下ろしで入ってるんだ、載っております。この文芸のうちのここそうね、佐藤清美さんの文だからね。 ある一人の少年が空に対してすごく憧れを抱いていて、うん、でその自分が一回自衛隊とかに入るみたいなところからお話が始まるんですけど、やっぱなんか佐藤さんのお話って多分それこそもう分量は多いんですよ、大体いつも。でもそれをなんかうわ重いなとかうわ長いなってならずに、いつの間にかどんどん読み進めさせられる、うん、いつも読んでていや面白いなと思って気づいたら終わってるって感じでした今回。理想的じゃん。そうあでもあとね、児玉雨子さんのネームっていう作品も入ってるんですけど、これが第169回芥川賞の候補作に選ばれてますね。うん、多分この動画が出てる時にはね、もう芥川賞も直木賞も発表されてると思うんで。このさ、ネームも超良くて、小さい時に、まあ、モデルさんをやってた女の子が主人公なんです。で、彼女が大人になってみると自分が小さい頃に撮影会とかに出てたんですけど、うん、その撮影会とかが大人のになる性的欲求を満たすためのものだったんじゃないかっていうところです。自分で楽しいとは思ってたりとか、うん、まあ、逆に、自分が芸能界で売れるためにはこういうのも必要だよって言われてやってた子たちっていうのがいるんですね。うん、でそういう子たちが、まあ、主人公なんですよ。うん、でその彼女が大人になった時とかにその自分の過去のことを思い出したりとかしながらお話が進んでいくんですね。でこのタイトルが私すごくいいなと思っていて、このタイトル自体がそのシャープが2個ついて、うん、ネームって書いて、はい、シャープが2個ついてるんですよ。はい、でこれが何かっていうと、はい、夢小説って言って、うん、例えば私が好きな漫画があるじゃないですか、うん、それの二次創作を一般の人が書いて、うん、そこにオリジナルの主人公とその漫画の登場人物が例えば恋愛関係になるみたいな小説がインターネット上で書かれるんですね、うんうんうん、そのオリジナルの女の子のところって名前が入るようにできるシステムがあるんですよ。はあはあ、自分のそう、あかりって入力すると、はいはい、黒子のバスケの鏡くんがあかりって呼んでくれるみたいな、うん、小説内で、はい、っていうのあるんですけど、それをあえて名前を入れないで主人公の女性が読んでるんですよ。うん、でそうするとこのシャープ2個ネームってなる。あ、まあ、そういうところからね。そう、はいはいはい、七種さんみたいなね。そう、七種さんみたいな、うん、その名前の呼ばれない存在についてとかが描かれてるのが新しさもありつつ、うんうん、面白そう。そう、でもやっぱ作品としてその芥川賞の候補作になるだけはあるぐらい、なんかグッときちゃって、うん、読んだ後私ちょっと嫌な夢見た。おお、すごい表現だぞ。ちょっと、ね、嫌な夢見た。これをそんなにしんどくない気持ちで読める人もいっぱいいるとは思うんですけど、うん、ある一定層にはうってくるような作品。あかりには刺さったんだ。うん、嫌な夢見た。いい意味でね。いい意味だからね。グッときちゃったんで、結構自分の中で忘れられない作品になりそうだなって思いました。うん、とりあえずこの2作ご紹介しました。はい。文芸2023年夏季号。今これ6冊目ぐらいでしたっけ。ね、2冊目です。だいぶ紹介してたな。やばい、今日ちょっと多いからね。一回じゃあ、うん、触れてもいいですか。あ、いいですよ、触れます。お、気になる。気になります。珍しいよこれ。なんとこちら新書。そうだね、持ってきました。石黒圭さんの文章は接続詞で決まる。おお、何ですかこれは。家にあったんですか。家にあった。家にあって付箋もついてたけど、うん、読みたいなと思って読みました。でなぜかというと、はい、私最近やっぱこうやって本溜めとかで、うん、本をねご紹介させていただくようになってから、はい、例えばエッセイとか、うん、書評を書いてくれませんかみたいなお仕事をいただく機会結構増えたんですよ。はい、うんうん、ただ自分は文章ってものをちゃんと勉強したことがなかったから、うん、文章を書いてても多分ちょっと読みづらい文章になってしまうことが多いなって思ってたんですよ。うんうん、だからやっぱりちゃんとお勉強すべきかなって思ってこちらを読んでみました。なるほど。
あのね、結局ね、文章って接続詞で決まるらしい。あら、めちゃくちゃちゃんと影響受けてるな。影響受けてる。でも思ったんですよ、なんか私ってすごい接続詞をその前後の文のつながりとちょっと無視した形で自分の言葉のリズム的に入れちゃいがちだったんですけど、そうすると読んでてこの接続詞を入れるのであればこことここの関係性がこう成り立たないといけないのに、うん、それが微妙にずれてるみたいなことが起きてたのが、あ、接続詞の意味をちゃんと理解してなかったからなのかと。で、しかもこれすごい分かりやすいのが、そのまず接続詞とは何かみたいなのから、うん、こういう役割がありますよみたいな説明の後に、接続詞にもいろんな種類がありますよっていうのを一個一個説明してくれてるんですよ。で、一個一個にこういう意味合いがありますよとか、でも同じようなニュアンスでもこっちの方が力が強い、それが一個一個丁寧に書かれてるからめっちゃわかりやすくて、だからちょっと文章が書きやすくなりました、これ読んで。すごい即効性があるんじゃないですか。即効性がある。だからでもこういう勉強はね、これからもちゃんとしていかなきゃなと思って。仕事来るよこれ、よろしくお願いします。書評、ブックレビュー、エッセイ、よろしくお願いします。接続詞使いこなせます。勉強中です。何、あかり今後新書の紹介もあり得るんですか。でも全然読めない。あのさ、私さ、この分厚さとかだったらさ、うん、1時間ちょっとで読めるじゃないですか、うん、いつもだったね。マジこれ1週間ぐらいかかったの、新書読むの1週間。そう、ちまちまちょっとずつ読んで、うん、なるほどっていう風にも勉強しながら読んでって、うん、いろいろ衝撃だわ、それ1時間で読むの。このぐらいの分厚さだったらね、小説だったらこっちとかだったらさ、同じぐらい、まあ、ちょっとこっちの分厚いけどぐらいじゃないですか。今は1週間かけて新書読んでると。そう、まあ、それは多分ちょっと早くはならないと思うんですけど、勉強はちゃんとしていきたいなと思っております。素晴らしい。本ため、はい、まだ3冊。はい、つまりつまり何も始まってないのにつまりになっちゃった今。しかし何か説があっても逆にしてるわけじゃないのに。すごいツッコミだね、さっきから。行こう。いいですね。角田光代さんの明日も一日君を見てるをご紹介したいと思います。はい、可愛いですね。珍しいんじゃないのこれも、うん、猫ちゃんのエッセイです。これはですね、角田さん、そう、角田さんがずっと飼ってらっしゃるトトちゃんっていう猫ちゃんがいるんですね、はい、でもう彼女が角田家に来てから13年経ってるんですって、うん、でその中で起きた事件とか、うん、ちょっとそのトトちゃん周りのいろんなお話のエッセイを一冊にまとめたのがこちらの本なんですね、うん、その猫ちゃんとかワンちゃんとか飼われてる方ってこうやってその自分の家族に対しての慈しみをね、うん、抱いてるんだろうなって思って、なんか私も飼いたいなって思いながら読んじゃった。体験できたのね、うん、そう、ペット飼ってる人の気持ちを。そうそう、でしかもね、いや可愛いんですよ、結構写真も多くて、このトトちゃんとあと角田さんのお家に来る野良猫ちゃんたちのトトちゃんとのやり取りとかが描かれてたりとか、うんうん、そんなオープンにやってたの。その角田さんが別に来たその野良猫ちゃんたちとかに結構かまったりすると、うんうん、めっちゃストレスが溜まって、嫉妬したお話とかあるんだ。あるんですって。なんかもう普通に人と同じぐらい感情あるなって思いますよね、うん、こういうの読むと、うん、なんかちょっとね、いずれね、飼ってみたりとかしたいなって思いました。猫アレルギーなんですけど、私やめた方がいい。ダメじゃん。ワンちゃんかな、ウサちゃんかな、うん、でもトカゲは、あー確かに爬虫類。まあでも嫉妬とかはしない。しなさそう。しないのかな。残念ながらしないですね。懐き、うん、ね、もするんですか。いや、懐かないですね。懐かないって言われてる。慣れるけど懐かないっていうのが爬虫類を飼ってる人の中の標語。そういう。まあでもね、うん、懐いてるって勘違いすればいいんですよ。うん、懐いてるって勘違いしてるんですか。懐いてますもん、だって。たくみさんちの子たち。見つめてくる時あるんだ。お名前なんて言うんですか。お名前ですか。うん、お名前はモネです。あら、モネちゃん。はい、でね、猫ちゃんも飼ってます、ね。そうですね。はい、すごい、もうペットの気持ち分かりますよ。あら、じゃあ読んだら楽しいかもしれないです、ね。はい、エッセイ書きますじゃあ。猫ちゃんのエッセイ。はい、いいですね、ちょっと読んでみたい。はい、ということでこちらでした。まだ4冊だって、なんか今日すごい喋ってる気がする。なんでだろう。一旦これ、はい。はい。今回2冊目の文芸。はい。次は2023年。周期号をお持ちしました、うん、はい、もう周期号。いや、そうなの、なんかこれを紹介するタイミングをちょっと逃しちゃった、うん、そしたらもう出ちゃった、うん、なるほど。これちょっとさ、すごいのが今回このね、長編580枚一挙掲載が松谷良平さんで、あと創作短編が安藤穂瀬さんと日比野小猫さんと
山下さん、もう全部文芸賞を取って出られてた方がここに載ってる一挙こんなに、うん、そんな豪華なことあるって思いながら、うん、まあ読んでて、第59回の文芸賞を取られた日比野さんと一緒にね、安藤さん取られてデビューされたんですけど、そんな受賞後の一作目が載りました、うん、これは、ある男たちが集う一つの場所があって、そこで起きた事件についてのお話なんですね、うん、今回すごい思ったのが、安藤さんってそのジャクソン一人の時もすごく読みやすい文章だったんですよ、うん、なんか書いてあることは結構しっかりとその主人公とかの心情に寄り添うととてもしんどいんだけど、それをちょっとこう軽めで読みやすい文章で描いてくれるから、さっと読んで、なおかつそのお話がしっかり自分の中に入ってくるっていう感じがしたんですけど、今回もその読みやすさがなんかより言葉の多分使い方とかがスピード感がすごくて、ガッて自分の中に入ってくる感覚がとってもありました、うん、あと今回そのタイトルがね、明細式の男っていうタイトルですけど、色がすごく作品の中でのテーマになってるのかなっていうふうに思ったんですよ、うん、その事件が起きてしまう場所の照明が青っていう、その青っていう色だったりとか、うん、人の皮膚の色だったりとか、色がビビッドに描かれていて、読んでるとその色の情景に一気になる、変わっていく感じが、視覚情報が面白いとか五感のどこかに訴えかけてきてくれる系の作品が好きなんですけど、今回はその安藤さんの作品においてはすごくこう視覚が、うん、色がブワーって変わっていく感じがとっても面白く感じました。あとは、あ、でもこれもほら見て柴崎さんと西加奈子さんと村田沙耶香さんの、これもなんか3人でのお話が載っております。そう、ピンポン、はい、質問なんですけど、はい、赤にそういう文芸誌買われて、はいはい、一応最初から最後まで全部読むんですか？ざっと文芸とかだったら迷子を読んでるから連載とかも基本的には終えるじゃないですか、はいはい、でも文学界とかたまに買う系だと連載とかはちょっと終えないので、うん、その時の特集のものとか、うん、まあ、だいたいそういう読み切りとかが載ってたりするんで、そういうの読んだりとか、あとはだいたいどの文芸誌にも書評とかが載ってるじゃないですか、うんうん、そういうのを読んで、あ、この本面白そうだなって思って買ったりとかしてます。なるほど。だからまあそんな無理に全部読む必要はないとは思う。興味ある気になったところだけ読むとか。そうそう、最初はそれでも全然よくて、それで迷子を買うようになったら連載を追うとかでもありだと思いますし。なるほど、はい、すみません、ありがとうございます。という感じで豪華なメンツが勢ぞろい、うん、2023年秋季号でした。はい、はい、ここで折り返しですよ、5冊だから。はい、まあ、でもこれまだすごいな。そう、どうする、え、ここに行きます。これなんだろう。あ、いいですね。はい、こちら、市川沙央さんのハンチバックという純文学の本をお持ちしました、はい、こちらですね、第128回文学界新人賞受賞作でございます、はい、そして、169回芥川賞の候補作でもございます、うん、はい、これ結構薄いじゃないですか。ただそう、ね、うん、なんかね、とっても自分の中では衝撃的な本でした。で、なぜかというと、主人公がね、伊沢釈迦さんという名前の女性の方なんですけど、うん、彼女は、ミオチュブラミオパチーという病気なんですよ、うん、それのせいで背骨が右の肺を押し潰す形で湾曲してしまっているっていう状況なんですね、うん、この彼女は。だから健常者の人と同じように生活はできないんです、うん、で、そんな彼女が何のお仕事をしてるかっていうと、うん、ハプニングバーってあるじゃないですか。そういうののレポをインターネット上でなんとなくの知識を用いて書いてるんですよ。でもその仕事自体別にそんなにしなくても生活に支障ないんですけど、うん、インターネット上の中では健常者の人と同じように生きているという嘘がつけるわけですね、うんうんうん、彼女の生きていく様って多分私たち、いわゆる健常者と言われる存在と全然当たり前が違うんですよ、うん、私すごく衝撃的だったのが、彼女もその本を読むのことが好きだけど、うん、本を読んでいてもとっても息苦しくなるんですよ。本を読むっていうこと自体もなんか簡単にできる人と簡単にはできない人がいるとか、うんうん、私が当たり前と思っていることもおごりな部分ってすごく実はいっぱいあるんじゃないかと、こうやって今ね本紹介できるっていうこともできる人とできない人がいるわけで、うん、とかっていうことをこうガッて言われた感じがして、それがとても衝撃的だったんですね、うん、でもそれ自体がなんかすごく重い文体とかで描かれてるわけではないんですよ。だから
そういう人もいて、で私みたいに、まあ、普通に本が好きで本を読める人もいてみたいな、いろんな人のいろんな人生のあり方というか生き様みたいなのをちょっと見させてもらったような感じがして、とても衝撃的な本でした。村田沙耶子さんとか金原ひとみさんとかのなんかすごいコメントがもうがっつりこれだけのさ帯に書かれてるってなかなかないじゃないですか。本当もっと一文とかじゃないですか。そうやって芥川賞の候補作になるとかで、より多くの人に読んでほしいなって私も思う一冊でした、うん、ハンチバックを紹介しました。はい、残り4冊。はい、じゃあこれで、あ、はい、お、語りました、はい、名前は何度か出てましたね。そんなここにね、はい、帯も書いてらっしゃいました、はい、金原ひとみさんの新刊、はい、腹を空かせた勇者どもをご紹介したいと思います。すごい名前だこれは。いや、めっちゃさ表紙可愛くない？キラキラですよ、ピンクでキラキラ。何書いてあるのこれ？くまさん。キラキラしてる。本当だ、これキラキラしてるんです。あの、分かるかな？で、買い物カゴに入ってる。そうそうそう、めっちゃ可愛いじゃないですか。そうなんだ、はい、こちらですね、陽キャの中学生が主人公の青春小説です。陽キャが主人公になってんの？そう、陽キャも陽キャ、あの教室とかで一人でいるタイプの子に、え、どうしたん、こっち来なよって言っちゃうタイプの陽キャ。すごいすごいすごい、諸刃の剣だ。これさ、金原さんもこの帯に書いてるんですけど、このように小説が存在していることを知らないような愛しい陽キャの小説を書きました。珍しいのよこういうのは。小説の主人公はね、うん、陰キャなんだよね普通は。そう、陽キャで中学生でもう考えてることなんて、うん、ご飯のこととか、うん、友達のこととかばっかりなんですよ、うん、でそんな彼女がお母さんとの関係性とか友達との関係性とかについて、うん、まあ、悩みながらも全力疾走してるみたいな感じのお話なんですけど、なるほどね、立ち止まってないんだ。もう立ち止まんない、立ち止まんない、全力疾走してるんだ。もう全力疾走、悩みながら、うん、珍しいね。どういうことよ。ここまで陽キャな子が主人公だと読んでてちょっと楽しくなってきちゃう、うん、でその、まあ、主人公ね、レナレナって呼ばれている女の子なんですけど、友達からちょっと陽キャっぽい、ね、陽キャっぽいね、ね、うんうん、お母さんがね公然不倫してるんですよ。もう公然あのもう堂々と彼氏とどっか行くみたいな、うん、お父さんもなぜかそれを認めてる。なるほど。それに関してはずっとモヤモヤしてるんです、うん、はい、ただなんか例えば学校のこととかでちょっと愚痴ったりとかすると、うん、めっちゃ理路整然と諭されちゃうんです、お母さんから。強いな、強いね。そのね、ママがね強いんですよ。お母さんも強いし、でもレナレナも負けないようにいろいろ言ったりとかするみたいな、うん、その、まあ、親子関係が一番のメインなんですね、うん、でなんか読んでるとなんかレナレナのその底抜けの明るさみたいなのもすごく眩しいし、うん、面白いし、でもまあほら結構どちらかというと陰キャな方なので、はい、あのそういう、ね、陽キャの子とかあんまりその学生生活でねこう、うん、コミュニケーション取ってこなかったんですけど、私自身の、はい、今考えるとこういう子たちのすごく明るくて、うん、友達とかをちゃんと大切にしてるみたいな部分って、うん、マジ素敵だなと思って、うん、まあね、できるようになりたいよね。なりたかった、うん、かなりいるじゃないですか、あかり。いや、陽キャね、陽キャね、そうか、いや、ね、そう、相対的に陽キャになるんだ、すごいわ。そうだと思う、たまさんは陽キャだよ。相対的にっていうか、相対的にっていう、陽キャだよ。相対的にね、頑張って陽キャになったのかもしれないね、徐々に。なれるんだ、陽キャって作れる、陽キャを作れる、陽キャを作れる、陽キャを作れる。なりたい。陽キャだからといって、多分本好きの人ってそれだけで距離を置きたい人とかもいると思うんですけど、うんうん、そんな人たちにもおすすめしたい楽しい小説だと思います。ぜひ皆さんこのキラキラの表紙をね本屋さんで探してみてほしいです。はい、はい、あります。はい、本ため、あと3冊、うん、いいね。じゃあこれで、お、来ますか。あ、表紙がかわいいでしょ。用意したタイプ。こちら、はい、古野まほろさんのロジカドラマチカをご紹介したいと思います、うん、はい、これはですね、めっちゃ美人な高校生の女の子がいます、うん、で彼女は警視正の人から喫茶店でいつもフランス語を習ってるんですね、はい、そっからすごいね。そうどういうことなの。まあ、そういう関係性の2人なんですけど、はい、うん、ある日その高校生の女の子がその警視正の人にね、あ、そういえばさっき駅でめっちゃなんか興味深いフレーズを聞いたんですって言うんですよ、うん、でそれが今かけ直そうか届けようか、でも残りは小銭だけだからもう郵便局に書き込むしかないのかという言葉を聞きました、うん、それを言われるとその警視正の人も、あ、なんかそれ自分も聞いたなみたいな、自分も聞いたな、ああ、この言葉って、うん、なんか興味深いなって思っちゃったのか何なのか、うん、なんで2人とも興味深いと思ったのか、うん、じゃあちょっと話してみましょうかって言って
素敵すぎるだろ。なんか9マイルのね、ねえ9マイル遠すぎる。そうなんです、フルのまほろ版9マイル遠すぎるをやった小説なんです。あ、そうなんだ、本当に。そう、私ね全くそれ知らなくて、うん、なんかあフルのまほろさんだと思って、うん、読んでみようと思ったんですよ、表紙も可愛いし、うん、でこのポリスミーツガール死闘論理バトルって、あんま聞いたことない何なんだろうと思って読んでみたらなんかすごい9マイルっぽい。だからねこれね読んでいくとびっくりすると思うんですけど、こうやってまず日本語のさっき言った言葉を、うん、フレーズを分けてその中で大事な単語を拾っていって、本当だ、でそれを一個一個すごい論理的にずっと喋るんですよ。あー、本当に9マイル遠すぎるやつだ。そうそう、そこから論理的なその言葉からさ引き出されるものを二人で見つけていく、うん、いいじゃんか、うん、めっちゃ面白かった。めっちゃ面白そう。そう、本ためでも9マイル遠すぎるすごいな、評判だったね。あの後ね、それを私たくみさんからその9マイルのお話聞いた後に、うん、偶然手に取って読んでみたら、うん、なんかすごい9マイルみたいと思って、うん、私最後まで読んでみたら、もう多分フラのマハラさん9マイルやられてたんじゃないって思ったらやっぱりそうだったみたいで、うん、あ、そうなんだ、うん、だからこれはたくみさんにぜひ読んでほしいなって。いや、読みたいかもこれ。そう、いいな。でちゃんとあの9マイルも読みました。あら、お、マイルっぽいなって、そう思って、今本が読んできた、またカバンからすごい怖すぎるこれでね、そのたくみさんが聞いてた9マイルのイメージにすごく近かったから、うん、あ、じゃあちゃんとちょっと一旦9マイルも読んでみようと思って、うん、確かそれがいいかもね、順番はね。結構やっ、ね、そうそうそう、9マイルでした。あかりも結構ギリギリでした。とんでもないテンポでやってたの小説よりも早いテンポでニッキー教授にね、ちょっと近かったですね。近かった、近かった、すげーなー、うん、ロジカドラマチカの中で話されてるその言葉と、うん、それに対しての推論って結構難しいんですけど、うん、多分小説好きってそういう言葉一つ一つのさ、うん、些細な変化とかめっちゃ楽しいじゃないですか。そうだから読んでたら絶対に楽しいと思います。はい、いやでも嬉しいかも。その9マイル、これやっぱ原作が、うん、日本語じゃないから、どうしてもそのギャップ感じるシーンはあったんだよね。なるほどね。このやっぱ方法でやるのはさ、文章が命ってさ、言語命じゃん。あ、まあ確かに日本語版みたいなと思ってました。うん、あ、じゃあ日本語版が、ありがとうございます、出ました。ぜひぜひ読んでみてください。ということで1冊増えて今日11冊の紹介となっております。本当じゃん、すごいな。そう、さあ、あと2冊、はい、どっちを取りにするかですね。じゃあこれで、あ、はい、いいですね。スピン第4号、うん、もう出ました、はい、なんと、ね、はい、今回はですね表紙、うん、ちょっと触ってほしい、ツルツルです。いいですか。はい、なんかあの教科書みたいな、本当もらいたての教科書だ。そうなんかちょっとさ懐かしい気持ちしません？懐かしい懐かしい。もう4号ということでね、いろんな連載もありつつなんですが、うん、今回私がちょっと楽しかったのは特集で少女小説を特集してくださった。少女小説っていうのはですね、まあ、私たちよりちょっと上の年代の方が10代ぐらいの時に女の子、少女が主人公の小説が結構いっぱいあったんですよ。ああいういろんな少女小説が好きだった方のエッセイ、青山美智子さんのエッセイとか載っていたり、あと今こそ読みたい少女小説10って言って、今読んでも面白いよって言われてる少女小説がリストになってたりとかして、うん、いいね。そう、この中にね、野原ちゃんの方も入ってた。おお、しっかり、はい、ニシンが入っております。あと桜庭和樹さんの青年のための読書クラブとかも入ってまして、少女小説って言われるものが多分自分の好みに結構近いんですよ、うんうん、ただ有名どころあんまり読んでなくて、うん、最近それこそあの氷室冴子さんとかをちょっと読み始めたりとかしてますけど、うん、その一番氷室さんの有名ななんて素敵にジャパネスクとかまだ読んでないから、あ、やっぱ読まなきゃなっていう風に思いました。スピンはやっぱさ一番最初から見てるからさ、うん、面白いんですけど、文字ひっくり返ってきた。そうこれあの最果てたひさんっていう詩人の方、その人が特定のキャラクターをテーマに新たな詩を書いていくっていう連載が始まったみたいで、今回は、ね、呪術廻戦特集でした。すごいね、知らないことしてるわまあ私とかね、呪術廻戦も読んでるから、うん、読んでみると、あ、わかるわみたいな。あ、そうなんだ、うん、我々登場人物じゃないけどこのキャラクターに対しての詩ってなった時に、あ、なんかすごいしっくりくるなって思うようなものがいっぱいあって面白かった。誰しも宿儺を抱えてるとかそういうそういうことじゃないの。なんかもっとこうキャラクターを知らなくても詩として面白いものだと思う。やっぱいいですよね、なんか多分新しい文芸誌だからこそ
まあ、小説もそうだけど初音ミクの曲の歌詞とか載ってたりしてる。すごい。それどういうことよ。スキンちょっとスキンすごい、すごいね、すごいすごいすごい、最先端、最先端言ってるかも。そうなのでぜひこのツルツルとともに味わってみてください。はい、はい、じゃあ最後に残った、はい、お願いします。こちらをご紹介したいと思います。高橋ひろきさんの叩くです、うん、はい、あれですね、あの本ため文学賞のアカデミー部門に、はい、音楽が鳴りやんだらをね、うん、候補作として入れさせていただいてましたが、はい、そんな高橋ひろきさんの新刊が出まして、うん、こちらはですね、あの短編集なんですよ、うん、これ帯にも書いてある通り芥川賞作家が送る不穏な人生集。なるほど。この表題作の叩くっていう、まあ、短編だったら、うん、なんかもう人生に結構行き詰まっちゃって、うん、闇バイト始めた人が、うん、冒頭というのお手伝いすることになっちゃって、うん、そこで押し入った家のおばあちゃんをこう縛り上げて、うん、お金奪ったけどどうしようかなって悩んでる話とか、あと最悪だね、結構そう、もうなんかどうしようもない話とか、あと別のやつだと奥さんに逃げられちゃった旦那さんのお話とか、うん、読んでると、うん、いやあんたもうちょいどうにかできたでしょみたいな感じもするんですけど、なるほどね、一歩前でちょっとそう、うん、でもさ人って多分もうそこに行き着いちゃったらもうどうしようもないことってきっといっぱいあるじゃないですか、うん、俺なんか悪いことしたかみたいにずっとなっちゃって、うん、で奥さんの実家に電話するけど、うん、取り継いでもらえないみたいなそうそう、ね、本人たちは頑張ってやってきたって思ってるんだろうけど、でもどうにかできたんじゃないのって思ってしまうようなこのままならない人生みたいなのが短編集で5作入ってまして、うん、なんかさ高橋さんのさ文章ってその私音楽が鳴りやんだらの時もめちゃくちゃ美しいってお話をしてたと思うんですけど、うんうん、まあ、叩くは結構美しさがゆえにしんどかった、うん、ままならないが、もうだってどうしようもないじゃん、もうだっておばあちゃん締め上げちゃってんだもん。その一番最後に載ってる海が膨れてっていう作品だと高校生の女の子が主人公なんですけど、うん、彼女と彼女が住んでいるすぐそばに海があって、その海の情景とかが結構しっかり描かれるんですけど、それがすっごい綺麗で、うん、でもすっ終わらせろってことかな、ちょっとね、赤いの不穏な人生が海が膨れての話をしましょう。もう主人公の女の子が幼馴染と付き合うようになってっていう、なんかその女の子の感情が楽しくなったりとかして盛り上がる瞬間とか、でもなんか自分の例えば体調の変化とかで複雑になる心の内みたいなのがすっごい綺麗な文章で描かれていて、そこになおかつその海の描写が入ってきてどんどんちょっと不穏になったりとか、なんでよ、それはね、読んでもらったらわかるよ。なんでそれで不穏になるのよ今のところね、全然良かったんだけど。でもそのなんかね、ただそのキラキラしてるだけじゃないっていうところに、うん、その高橋さんの描くなんか人間ってこうだよねみたいなのがすごく詰まっていて、うん、私はとってもこの本自体が好きだなって思いました。で、そんなあかりんの書いたブックレビューがですね、文学界の9月号の本に掲載予定ですので、ぜひそちらもご覧ください。最後にさせ選ばされたってことなんですね。すごい。そうだから、なんか選んで最後に選んでくれたんで、怖いなって思って選ばされていた。すげえ。ブックレビューを9月号に掲載予定です。多分この動画がアップされてる頃にはもう売ってるかもしれない。最初と最後で伏線解除したところ。すごい。最初だよねこれ。最初に今日ねご紹介しましたね、文学界。何も知らないのに。ね、だからたくみさんなんかね、いやすごい素晴らしいです、いつもこの本のセレクトの順番が。素晴らしい、いいオチですね。ほんとすごい綺麗でした。綺麗な、うん、油断したぜ。どんでん返し、伏線回収、どんでん返しだどんでん返し伏線回収が、伏線回収だ、はい、本ため、はい、という感じで、はい、今日はこちらの10冊をご紹介しました、はい、10冊と言いながらちょっと11冊なんですが、実はまたバグりました、はい、はい、バグっちゃいました、はい、はい、こんなあかりんがいっぱい喋ってんのよく頑張ってるねって思ってくれてる人は、はい、高評価、チャンネル登録、はい、コメントよろしくお願いします。あとツイッターもやってるんでフォローよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで次回またお会いしましょう。バイバイ。あかりん。はい。あと半年以内に新書の参戦やらないですか。うん、できないって言ってます。ちっちゃい声で。参戦って言うなれば。何十冊読んでるうちの3選じゃないですか。まあまあまあ、そうですね、うん、そんなには読めないよ。読んだ新書3冊です。あかりんが読んだ新書3冊だったらできると思う。
でもいいんじゃない、その文章を書くことの本いっぱい読んだ、うん、あでもまだいっぱいあるじゃん、接続詞以外もあるんじゃない、接続詞以外もね今ねいろいろね積読してる、あら、だからそれはねちょっとずつ読んでますよ、文章シリーズでいいや文章が上手くなる本、そういうのもでも一回ちゃんと勉強してみるって大事ですよねきっとね、うん、言葉の勉強頑張りたいと思います、はい。